こんにちは。っか塾の久保です。えっ、ー、と、ご質問いただきましてね、回答をちょっと今気がつきまして遅れました。一つね、あの、ま、ああの、注釈つけときますけども、これは私と同じような考えの方が、ま、あ少数派かもしれませんけども、他にもいらっしゃるってことですよね。まあ、その方をここで挙げることはありませんけども、私の口からまあ代表して言わせていただきます。えー、質問はね、こういうことなんですよ。多くの人が未だに新型なんとかの、えー、 予防接種を受けていませんなぜ拒否するんでしょうかってことですよねえっ、ー、とねこの拒否するという言い方がちょっとねおかしいのかなと思うんですよ確かに予防接種を今の時点で1回も受けてない人いると思いますでもこの人はこの人たちは拒否したんではなくって保留してるだけなんですよね一刻も早く打たないとどうしようもないっていう状況には全然なっていないんですよですんで 安全性が確かめられるまで打ちたくないっていうのは当たり前のことなんですよね。いやそれこそ逆に聞きますけども、その予防接種を受けた人は、まあ、どんな安心感からそれをね、打ったのかなって怖くないですかって思うんですよ。うん、まあ。国が言うから信用したのか、みんながやってるからやってるのか、不気味でもありますね、その判断が。うん。だから、別に、明日ね、その気になったら明日打てるわけじゃないですか。それは、その気持ちの変化は私はね、打ってない人。 が、お持ちだと思いますし、権利を保留してると思いますよ。しかも、いつでも打てるわけですから、もうすでに。以前はね、決められた日にしか打てなかったりとか、通知がなかったら打てないとかありましたけども。もう今は割と、ね、自由に流通して、というかもう余っていて、世界で、その。ね、予防接種の、あの、現役が余っちゃって、廃棄にもあってるわけなんですよね。まあ、もちろん。 そうじゃないっていう意見もありますんで極端にならないように、まあ、いろんな考えとかいろんな現実があるってことはここで整理しておきたいんですけどもただ言えるのは今日まで打たなくても明日接種することはできますよってことなんですよ。でも打っちゃっった人はなかったことにはできませんってことなんですよね。だからその辺を考えたら何で拒否するのかってことじゃなくて打ってないだけというふうに考えられることはできるんじゃないかなってことなんですよ。 だどっちの意見もあっていいと思いますし、やっぱりね、不安から、あのー、摂取する方がいても、それは、しょうがないと思うんですよ。それによって、安心感なり、自由度っていうのは高まったと思いますしね。で、まだわかんないなーって考えてる人に対して、せかすように、なんで拒否するんだっていうのは、まあちょっとやりすぎかなと思うんですよね。まあ、そんなとこじゃないかと思うんですけどね。まあ今のところ、ね、わかんないんでね、本当にね。わかんないから、 やってないということなのかなと思いますけど、ね、以上でございます